はい、どうも、麻原彰晃に似ている柴田です。今日2018年7月6日の早朝にですね、元オウム真理教の麻原彰晃こと、松本智津夫の、死刑が執行されました。でまあツイッターなり、動画のコメント欄なりで、まあまあいじられてるんですけども、似てるっつんで、まあそれはさて置いといて、まあちょっと月並みなことしか言えないっちゃ言えないし、みんなが考えてるようなことしか言えないんだけども、まあ僕が、麻原彰晃の死刑に対して思うことをね、なんかちょっとまあ短く話したいと思います。多分地下鉄サリン事件で逮捕されたのが、今から23年前ってニュースでやってて、おそらく俺は10歳の時だね。今でも覚えてるんだけども、朝だったんだよね、朝。で、テレビで、第7サティアンに警察官たちが突入している様子が、ライブで中継されてて、朝学校行く時間なんだけれども、ちょっと、小学生の俺はね、学校行く時間なんだけど、ちょっと学校、まあ、遅刻しちゃうけど、ちょっとこれ、なんか大変なことが起こってるなっていう感じで、テレビを食い入るように見てました。で、小学生、小学4年だか小学5年の時の自分でさえ、今日本がすごいことになってるみたいな、すごい大事件が起きてるって、小学生ながらに思うほど、サリン事件っていうのは、すっげえ、大事件で、で、まあ、2チャンネルとかね、フラッシュとかでいろいろネタにもなったけども、ちょっと、まあ子供ながらに、やっぱその時代を経験してると、おいそれと、あんまネタにできないんだよね。笑い話じゃねえみたいな感じで。結構、それこそ、不謹慎っていう言葉が一番合うかなっていう感じで、まあ、よくぞね、よくぞ、柴田をさ、ツイッターでさ、翔子だ、翔子だ、朝原だ、とか言ったりね、ツイッターのコメント、動画のコメント欄で、柴田さん死刑されたんですかとか、ね、喜んで書いてるお子ちゃまいるけど、まあ、あの時代をリアルに経験してないと、なんか、どんだけでかい事件だったんかっていうのは、わかんないだろうな、っていうことで。いや、だからね、まあ思うことはね、すごいいろいろあったね、今日、今朝聞いて。まあ、まあでも一番最初に思うのはやっぱ長いな。23年。麻原彰晃が、もう死刑囚として、東京拘置所、やよこかね、その、収監されて、23年間、死刑までかかったと。で、死刑囚っていうのは、普通の、なんだ、刑務所でお勤めしてる人と違って、刑務所でお勤めしてる人は、働いて、刑務所の中で働いて、その獄中生活をすることこそが罪の償いとされてるのに対して、死刑囚っていうのは、死刑執行そのものが罪の償いと考えられてるから、結構自由なんだよね、死刑囚って。雑誌とかも読めるし、お菓子とかも食べれるし、あとはその、働くっていう行動がないんだ、死刑囚って。で、森の朝顔っていう漫画があって、で、それ読むと漫画でね、すごい面白くね、死刑囚ってこんなんなんだよって、わかるからみんな読んでほしいんだけど、死刑囚って本当に死刑執行されるまでは、結構のうのうと暮らしてるんだよね。で、麻原彰晃、23年間。まあ、税金でね、のうのうと暮らしてるわけだ。まあ、いろいろ裁判が終わるまで、死刑は執行されないっていうのは、まあ、それはわかるけれども、まあ、もうちょっとね、早く、なんとかなんなかったのかなっていう、ね、思うね。まあ、それほんと一番に、わ、23年かと、23年間も、のうのうと、人、ね、30人近くぶっ殺して、は、のうのうと生きれるっていうのは、ちょっと、ある意味で、日本のシステムの欠陥だなと思いました。うん。あと、
松本智津夫の三女に対するツイッターとかの誹謗中傷とかもまあしょうがない部分はあると思うんだけどね。まあ自伝とか出してんじゃん。でやっぱ遺族のこととかさ思ったらさ、やっぱこう自己主張は少しでもすべきじゃないと思うし、三女はで、そういう意味で叩かれても仕方がないようなことをやってると。いや別に彼女は悪くない、一も悪くないんだけども、叩かれてもしょうがないことをしてる。叩かれたくないんだったら表に出てこなきゃいいっていうだけの話だから、しょうがない部分はあるんだけども、やっぱちょっと心ない攻撃というかね。いやまあだから、まあ、世の中からね、いじめって絶対なくならないんだなって。朝原将校の娘だからいじめるみたいな、その子は悪くなくても、ね、なんかそのなんかかんかこう理由をつけていじめるっていうのがさ、こう絶対あるんだよ世の中はね。それは朝原将校の娘じゃなくてもさ、いや例えばなんかなんだろうな、親が貧乏だからいじめるでもなんもいいんだけど、あと臭いからいじめるとかさ、デブだからいじめるとか、ね、喋り方がどもってるからいじめるとかさ、なんかかんか理由つけて、人はこうね、人を攻撃するわけで、松本智津夫のその三女をみんな寄ってたがって攻撃してるのを見て、ああまあ世の中からいじめってなくなんないよねって、なんかそんなことを思いました、まあ平成が、まあ、来年終わるからっていうんで、平成のうちに、まあ、死刑執行をっていう感じだったらしいね。まあでも本当に一つの時代が、終わるんだなと、なんかそんなの感じた、朝原将校のね、死刑でした。はい、そんなね気の利いたことは言えないね、たらたら、まあついにされたかと、長かったなと、思ったっていう、そんな感想を僕は持ちました。はい、柴田が思う朝原将校の死刑についてでした。お疲れ様です。